はいどうもみなさん、こんにちは。あのー、まあ、何からね、話そうかなと思って、ほとんどあまり決めずにちょっと撮り始めてるんですけど。えっと、ま、あこの動画が、えっと、まあ、音源がアップロードされるのは、公開されるのは12月の初旬かなって感じで撮ってます。 え、で、あの、今日は、えっ、ー、と、11月の中旬って感じかな。うん。で、あのー、まあね、えっ、ー、と、何から話してあの、まあ、ね、あの、YouTube で見てる方は、あ、あマイクがさ、その、かわいきなり、まあ、こんなトリビアルな話で申し訳ないんですけど、あの、マイクさ、あの、壊れたって話したでしょ それで、その北海道からさ、持ってくるときに壊れたのよ。持って帰ってくるときに多分壊れたんだよね。で、で、そういう話したら、ま、あるね、そのリスナーのね、方が、そのマイク買ってくださいって言って、あの、献金くださってね、本当に感謝でさ、で、その、イエティブルーっていう、そのマイクが壊れたのね。 で、それは今もう結構いる、その価格高騰とかで、あの、有名なマイクなんです,んですけど、今2万円ぐらいとかなってんのよ。この、ね。で、それで、まあ2万、また同じの買うのもなと思って、あの、イエティナノっていうの買ったのよ。で、それがね、1万2000円とかでよかったと思うんですけど、まあそれでもまあまあするんですよ。やっぱね、コンデンサーマイクのいいやつってね、まあまあ高いのよ。で、またその、 価格に比例するのはやっぱ質がで実際このイエティっていうのは結構何ていうのかなそのリスナーの規模がさ10万とかさそういうユーチューバーポッドキャスターでも使ってるぐらいしっかりしたものなのねでそれがまあ壊れてでナノっていうやつも結構まあ性能はいいよってことだったんだよじゃあまあそれでいいかなと思って買ってさ で、それでしばらくやってたんですけど、なんかね、ちょっとこの未練を捨てきれずに、そのイエティの本体の方を、僕は買ったのが2020とか21とかだったと思うんですけど、その頃はね、まだね、ここまで円安もひどくなくて、1万6000ぐらいで当時買えたんだよね。で、それ買ったやつが壊れましたよ。で、ずっとこう、 なんかどうしようかなと思ってたんだけどいろいろ調べたらなんかねあの千葉の方の、まあ、個人でパソコンショップやってる方だと思うんですけどあのその方のブログが見つかり、えっと、そしてそのブログでそのこのイエ,ティあイ,エイエティマイクの え修理しましたよみたいなブログ。で、それがもう僕のその症状っていうか壊れ方と全く同じだったからあ、じゃあこの人にちょっと連絡してみようと思って、えー、連絡したら、あ全然対応しますよみたいな。で、結果ね、その人にね、送って、で、その着払いでね、あの送り返してもらって、で、えー、っとね、修理代が、んっとね、5000円ぐらいだったかな。で、 えっと、送料とかも入れるとやっぱ7000円ぐらいかかったんだけど、でも治りましてですね。<laughs> 無事治って。で、今このイエティブルーで撮ってるんですよ。で、まあ、ナノと音質そんな変わらないはずなんですけど、多分、この本体とかね、あの、お、親玉の方が、音質はおそらくいいはずで。で、じゃあ、ナノ、 って無駄になったかっていうとそんなこともなくてあの僕はその出張中とかも録音録画したいのねでパソコンのマイクだとやっぱさすがに性能悪いからすごく聞きづらいなねあの音源になっちゃうんであのなのイエティなのだと持ち運びがギリできるサイズなのよあの1キロないぐらいっていうか 6 0 0ムとかなのかなで、あの、この、イエティ本体っていうか、あの、親玉の方は、なんかね、何キロあるのこれ2キロ近くあんのよ <laughs>。めちゃくちゃ重いのよ。だからやっぱ、持ち運べるようなものでもないし、で、またね、持ち運んで壊れたらとかもあるから、あの、これは家に置いとくようにして、イエティなのは出張中の音源、ね、取るようにしようと思って、って形で、あのー、 マイクが。ちょっとね、YouTube の方はマイク変わったなと。あ、そうだ。あの、レンズつけるの忘れたわ。<laughs> ごめんなさい。だから、ちょっと動画の、なんか、あの、 画角がいつもと違う上にマイクも違うみたいな形の動画になっちゃってあれなんですけどでまあちょっとあの本題に入っていきますとあの放送再開についてってことであと、まあ、まあメルマガについてもちょっとねあのメルマガと放送をどういうふうに再開していくかっていうのをえっと話したくてですねこの動画は撮ってるんですよでね あの、まあ、な、あ休んでた理由っていうのが、ちょっとね、あの、言えないですね。<laughs> あの、えっと、えー、そう、言えないんですよ。<laughs> で、えっと、鬱とかではないの。で、あの、いや、あの、鬱っぽくかったです。<laughs> 正直、鬱えっと、えー、これ、表現難しいな。まあ、なんか、いろいろある、あるじゃない。人生、いろいろ生きてたらいろいろあるじゃない。 で、いろいろあってさ、<laughs> で、もう本当、いろいろあってさ、としか言えないのよ。うん。で、でいて、あのさ、これさ、その、いや、陣内と、そういうスタイルじゃないだろう、お前は、と。いろいろ全部言ってくスタイルじゃないのか、つって。じゃあ、仮に全部、ここで僕、全部言ったとするじゃないですか。それを皆さん聞いたら、いや、それは言わなかった方がいいんじゃないですかって、多分言うと思うんで、まあ、それぐらいの案件なんで、ちょっと言えないです。で、ただ、あの、まあ、 なんだろうあの別になんでなんだよなんだその、えっ、ー、と、国家の秘密を漏らすとかそういう話でもないし、ね、これを言ったら逮捕されるって話でもないし、えっ、ー、と、なんつうのかな。放送禁止の話でもない。で、秘密ですらないのよ、ないの。うん。だから、えっ、ー、と、ただこういうとこで言うのはお前違うだろうって言ってほしい人ですら思うような話なんで、えっ、ー、と、えー <laughs>、 ええと、だから、あのー、まあ、この、放送聞いてる方で、まあ、割と僕と親しい方には全員じゃないですけど、あの、個人的にお伝えした人も、あのー、います。はい。で、まあ、その方もわかってくれるでしょう。これは言えないよなっていう <laughs>。でいて、えー、っとー、そうそう、そういうことね、言えないけど、 まあ、なんかいろいろあったのよ。で、いろいろあって、まあちょっと疲れちゃって。うん、疲れたの、うん。人生ってさ、疲れることってあるじゃない。うん、皆さんもあると思いますよ。で、なんかもうちょっと死んだように生きていたんで、この2ヶ月ぐらいはね。うん。で、ちょっとその、諸般の事情で、 プラス僕のの健康上の理由でえ、放送は休んでで、たとと。いうことであの、もうどうしても聞きたいっていう人は僕に直接聞いてくれたら全然言いますんで、<laughs> あの、それはなんか言っちゃいけない話とかじゃないから、なんていうのかな、その、うん。 その口止めされる言われはないような話なんで、あの、それは全然言います。はい、あ。言いますけど、ここで言うような話じゃないというぐらいの良識は僕にもあるよと。<laughs> いうことかな。<laughs> いうことかな。はい。えー、それで、えー、っと、まあまあ、ちょっとその話はちょっとこれ以上、えー、っと、立ち入らないことにしますが。えー、っと、それで、そんな時期を過ごした結果、 がまあ、僕なりにその「死んだオン」に行きながらにしてえっといろいろ考えてたのでどうやって放送再開しようかなとかさ思ってたんだようんであのー、まあ、ちょうど2ヶ月休んだようなタイミングで再開できたらいいなっていうのがあってで、えー、こんな感じで今考えてるよっていうのをちょっと今日ここで発表したいと思います えっと、それが、まず、そのね、<laughs> えっとね、いくつかあります。ポイントがいくつかあって、あの、<laughs> すいませんね。はい。えー、っと、ちょっと鼻水が <laughs> 出ます。<laughs> はい。えー、っとね、まず、通常放送は、あの、続けてきます。はい。今まで通り続けていく。だけど、ちょっとね、 うんとね、分岐させようと思ってて、あの、同じチャンネル、なんかチャンネルいっぱい作りたくないから、その登録する人だってさ、複雑になる、なんかサブチャンネルとかいろいろあんまりなんか、そういう、なんていうのかな、やつをやりたくない。で、プラス、まあ、これが、その FBI という、あの、ね、僕らの NGO のチャンネルであるっていうのも結構僕は大事にしてて、まあ、個人でやった方がさ、いろいろこうね、あの、リスクは減るんでしょうが、あの、 FBI という団体がそのいろんな意見とかいろんなこう、ね、考え方の違いはあれど、えー、同じ神の国を立て上げるというそして声なき者の友となるというこの使命において一致しているというその姿こそが僕はキリスト教会の美しさのなんていうのかな一つのうん見本というとねおこがましいんですけどあのなんていうかな一つの表現かなと思って。 いるのでそしてまあそれをその FBI のねあの神田先生や柳澤さん、えー、まあ、湯本さんもね応援してくれてでそういう方々と、えー、話し合った結果あの是非ここのねチャンネルでやってくれたらいいよっていうふうに言ってくれてね、うん、でその FBI にも僕と違う意見があるんだけど、えー、その。 その違う意見なんだけど違う我々は人間なのだから誰も完全な理解には達成できね、えー、到達できないんでその不完全なまま、えー、それぞれが不完全でそれぞれに微妙な違いはあれどだけど声なき者の友として生きていく発信していく予言的活動をしていく、えー、これは、ね、一致してるよねってところで。 応援しててくれてるこれを表す上でなんかサブチャンネルとかでやりたくないなっていうのが分岐させるんだけどこのチャンネルの中で分岐させるっていう意味なんですよ。で分岐分岐って言ってんだけど分岐って何かっていうとその通常放送はこれまで通り続けていくんですけどあのねこれから僕あの新しいサブカテゴリーを作ります。でまあこのさあ,あの一応なんか再生リストってあんまり YouTube で再生リストの えっと、機能をうまく使いこなせてる人ってその動画配信者側も、うん、視聴者側もあんまりいないっていう僕の認識なんですが、えー、でも、あのー、その再生リストって形で一応僕はなんかの今まで分けてきたところはあるんですね。で、えっと、それがえっと <laughs> 人内と聖書研究とっていうさやつねとえっと「ひ、えー、人ビブリオバトル」っていうのと、えー、あとね「人内映画を語る」っていうのとえっ、ー、と「勇敢人内」っていうのとあとメッセージ動画みたいなのもたっち作ったかななんかねま,まあ,あの数だけで言えば10以上あるんだけど実際稼働してるのはそんぐらいかなちょっとわかんないけど、うん、そ,そんなんだと思うのよ今ね でそのまあ結構メインはその一人ぶりビブリオバトルとお陣内と聖書研究はとっていうこの2つが結構軸になってたのはまあ皆さんもなんかずっと聞いてる人だったらなんとなく分かっていただけたかなと思うんですけどでそれにもう一個、うん、軸を作ろうと思っててでその新コーナーっていうか新サブカテゴリーは、えー、と一応こう僕の中であのタイトル決まってて「えー、と愛と聖書と陣内と LGBTQ+」プラスっていう。 えーま、LGBT に特化したですねあのー、放送を分岐させますでこれはもうレギュラーで毎週月曜と水曜の夕方に週2本僕は LGBTQ に関しての動画をもう通年や,やってきますで、えー、あのそればっかり聞きたい人ばっかじゃないっていうのをすごく分かってるんで いやもう LGBTQ はいいよっていう人だっているしいやいや LGBT をずっと聞きたいんだっていう人だっているんでなのでその辺がこうあのえっとそれぞれのニーズがあるのでねだからちょっと LGBT のねそのえっと月水は聞かないけど通常放送だけ聞くよっていう方もきっといるでしょうしいや逆にその LGBT のことが時々しか出てこないのがえっと ちょっと残念でもっと通年語ってほしいっていう人もいると思うし、あと僕自身が通年語りたいなって思ったんです。はい。これもはっきり。はい。で、そういうふうに神様にこう飯をいただいたんでね。はい。それをやっていく自分のその新しい飯というか <laughs>、あの、新しい働きとして、これはもうなんか人生かけてやっていこうと思ってるんで。はい。そういう決意として、えー、っと、 月水の夕方、えー、もう2年ずっとこれからレギュラーで、えー、LGBTQ プラスに関して、えー、性的少数者に関して、えー 愛とととと聖書と人内 LGBTQ いうサブカテゴリーでやっていきます。す。週2本動画を作っていきます、えー、まあ、それは本の紹介がメインになるとは思うけど、他のなんかいろんな映画の紹介とかするかもしれないし、もしかしたら今後当事者の方との対談とか、えー、そういったこともあるかもしれません。ちょっとその辺はね、あの、いろんな可能性は持たせたいと思うんだけど。でいて、えっと、この、 えー、愛と聖書と人内と LGBTQ+, という頃のタイトルっていうのは、まあ、あの、わかる人はわかる。あの、北丸雄二さんという、えー、っと、まあ、ゲイのね、文筆家の、まあ、ジャーナリストの、ね、方で、えー、愛と差別と友情と LGBTQ+, という、えー、これ2021年ぐらいにね、刊行された、まあ、名著です。非常に素晴らしい書物なんで、まあ、この書物にあやかってというか、ちょっとオマージュ的にこういうタイトルにさせてもらいました。 えー、でそれをもう週2回、えー、やっていきます、えー。夕方、月水、やります。でいて、月から木の、えー、今までのナンバリングタイトル、週 4, 4本、動画出してきたやつ、これもやります、はい。これもやります。で、これで週6本じゃないですか。で、プラス、夕刊陣内ね、えー、夕方の、えー、金曜夕方の夕刊陣内、これも続けます。 ですから、僕はこれから、えっと、週7本動画を出していくことになります。はい。で、これは、あのー、本当いろいろあったんで <laughs>、あの、いろいろあったことと関係してんだけど、まあ自分の、なんか、あ、なんか、ちょっと本気になりまして <laughs>、あの、本気でやっていきます。はい。まあ今まで本気じゃなかったわけじゃないんだよ。だけど、ちょっと、あのー、はい。そういうふうに、あの、これまで、えー、振り向けていた、 別なことに振り向けて、別な大切なことに振り向けていたエネルギーを、えー、こっちに振り向けるんだよと、神様から僕は、えー、促しをいただいて、えー、こういうふうに、週7本の動画をこれから作っていきます、ということで、放送を再開していきたいと思います。だから、前よりも週2本動画が増えるんで、動画、音源増えるんで、もう聞いてらんねえよっていう人は、自分がね、好きなコーナーだけを聞けばいいんで、あの、 あの人ビブリオバトルだけを聞く人がいてもいいし、ね、勇敢陣内だけを聞く人がいてもいいし陣内と聖書研究等を聞く人、えー、けだけを聞く人がいてもいいし、えー、そして、えー、愛と聖書と陣内と LGBTQ+, プラスだけを聞く人がいてもいい。だけどそれをあえてチャンネルを分けないのは、えー、全ての問題が僕はつながっているからだとつな、えー、がっていると僕が思うからです。っていうのは えと僕ってそのこの YouTube 始めた理由は聖書的世界観というレンズを通して真羅万象を語るってことをやってみたいなと思ったんですね。だから書籍とかを紹介してるんだけどそれと LGBTQ+ の問題って全部つながってます。はい LGBT の権利の問題って、これ、フェミニズムともつながっている、解放の神学ともつながっている、聖書ともつながっている、そして僕は性の多様性を神様が喜ばれているというのは、福音そのものだと思っているので、そう思わない方がいるのも知ってるんですよ。そしてそう,いう思わない方は、その確信にとどまってくださって結構なんで、だけど僕の中では非常につながっているので、だから別チャンネルでやるっていうのはなんか問題を切り分けるような気がして。だから、あ,あの、 これだけを聞くね、ピッキーに、に聞いてくださっていいんですよ。それはもう全然皆さんの権利なんで。だけど僕の中では全てが同じ話なんだっていうことを、ま、表明するために同じチャンネルでやっていきます。 でまあそんな形で週7回やっていくんですけどさらにそのこれ分岐させるんじゃなくてこれまでのその時々さそのフリートーク会があったりとか映画を語る会があったような形でちょっと不定期で新しいコーナーも作りたいと思いますでそのコーナー名が「えっと陣内ゼミ」っていう <laughs> コーナーでえー、っとこれは陣内ゼミはあのー、皆さんから 質問を受け付けて、それに答えるっていうのをやっていきます。はい。で、これはね、あのー、なんだろう、あのメルマガでさ、結構、あの Q&A コーナーっていうのをやってて、シーズン3ぐらいまでは質問が結構来てたんだけど、シーズン4で、あの、全然質問来なくなって <laughs>、まあ皆さんが飽きたのかわかんない、わかんないけど、もう質問し尽くしたのかわかんないけど、あの、でも僕の中で、なんかメルマガをやる意義の一つは、あの、あの質問コーナー大事だったのね。 うん、だからあなんかあれみたいなのはやりたいんだよなだけど皆さんなんか質問を文章で書くみたいな自分文才ないしとかそういう方もいらっしゃるかもしれないなと思ってえっとあのー、その YouTube 動画音源で質問を受け付けて、まあ、スマホでパパパッと、まあ、ほんと 100, も100文字ぐらいとかでもいいから質問くださったのに僕がバンバン答えていくみたいななんか質問コーナー なんかメルマガの質問コーナーの代わりみたいなのができたらいいなと思っててでそれをその陣内ゼミと名付けてまああらゆることについて僕に聞いてみたいことを聞いてみるっていうそれに僕が答え続けるというそういうコーナーそういうコーナーうんそれを不定期でやっていきたいとでそれちょっと僕 Google フォームで質問フォーマットを作りましたのでで皆さんにはその匿名でいいんであの質問をいただいてでえっと <coughs> まあ、教会のことかもしれない、社会のことかもしれない、政治のことかもしれない、まあ、陣内さん自身についてかもしれない、皆さんの悩みについてかもしれない、えー、そういったことについて僕が答えられる限りにおいて、まあ、答えていくという、そういうのをちょっと不定期でやっていきたい。 で、それは、あの、質問が来ないとできないんで、<laughs> あの、皆さんの質問待ちってことになるんだけど、ま、あるって一定数の質問が溜まった時点でやっていくみたいな形でやっていこうかなと思って。だから、まあ、今までコメント返し会みたいなのが時々やってたんだけど、ま、あそれもなんかね、せっかくコメントいただいてるんで、やってはいきたいとは思うんだけど、ま、より深いそういうやつみたいな感じになったらいいなとは。 思ってるかな、うん、で陣内ゼミは、うん、と今週中に、えー、第1回をやりますけどそれはちょっとねあの僕これもまたちょっと話いろいろ前後して申し訳ないんだけどあの9月に日本電動会議っていうやつがねあってねで放送でも結構岐阜の話とかさせてもらったんですけどあのー、その時にえー、っと FBI の 文化会、もしイエス様が市長だったらっていうね、文化会、えー、これ結構その144人とか申し込んでくださって、結構大盛況なね、あのやつだと。でいて、その、えっ、ー、と、その実行委員の方から、なんだろう、その、 ビデオカメラに撮っといてくださいよって言われてて。で、それをその各団体のホームページなり、えっ、ー、と、YouTube チャンネルに上げてください。そういった形で皆さんがアーカイブを再生できるようにしてください。まあ、それはね、あの、運営としてはなんか全部が引き受けるので無理だからさ。それすごい実用的だし、すごい。ただ、僕の、なんだろう、うすごく、うん、うほんとこれはもう陳謝いたしますが、あの、 8ミリハンディ僕がなんか10年前ぐらいに、うん、と FBI の、うん、と福島の支援活動のために買ったハンディカムがあるんですけどそれを僕があまりにも使いこなせてなくて。 途中でなんか充電が切れたかデータが全部いっぱいになったかで30分ぐらいしか取れてなくてなんかそ,そしてまた録音状況もそんな良くないからなんかこんな中途半端なものを見せるよりはなんか違う形で、えー、日本電動会議の FBI の分科会のうーん出れなかったけどなんかもうちょっと聞いてみたかった人とか出たけどまた復習したいっていうかなんか さらにっていうのをお答えするためにその時に1 0百名以上の参加者の方に紙を配ってその紙に質問を書いていただいてそして質疑応答っていうのを、まあ、やったんですよただまあ時間もいっぱいいっぱいです次の団体とか来るからすぐ片付けなきゃいけない巻きで片付けなきゃいけないから、えー、結局十五分ぐらいしかねそういう質疑応答答えられなくてで答え <laughs> られなかった質問の方が多いぐらいなのよ。だから、まずはその質問。<laughs> で、えっ、ー、と、第2回以降は皆さん、視聴者の皆さんね、ポッドキャストや、えー、YouTube の視聴者の皆さんに、えっ、ー、と、概要欄に僕、その質問フォーム、Google フォームのリンクを載せますんで、でそこから質問いただいて、歩いてと、たまったらつ、ね、あの、通常放送のナンバリングの中で、えー、陣内ゼミっていうのをやっていきたいかなと思ってます。で、その、ちょっといろいろ情報多くて申し訳ないんですけど、あの、陣内ゼミ の中でちょっっとと発表したいことがあってそれがその人大義塾っていう僕その日本初のコンス、ね、教会コンサルタントっていう形でやってんのよ。で次女のおむつ代をね稼ぐためにやってるの。うん、ででまあお客さんもありがたいことに。 あのー、ちょっとずつ増えてきて、で次女の六つ代ぐらいは稼げるようになって、本当感謝だなと思ってるんだけど、まあね、FBI の、えー、なかなかカツカツな団体なので、それだけではちょっと食っていけないってことになってね、副業でやってんのね。<laughs> <laughs> で、えー、とその人内義塾のちょっと新プランを発表したいと思います。で、これまでは基本的にその、えー、教会、お客さんになってくださるのは教会や、えー、とまあクリスチャンの起業家だったら、そういうね、個人事業主の方や、えー、あるいはまあ個人でそのチュータリングっていう形とかね、まあそういう形のお客さん、1対1のお客さんが多かったんだけど、それをね、その、そのグループコンサルとか、グループチュータリングっていう形で、2人とか3人とか4人っていう、まあ4人がマックスかな、えー、ぐらいのグループで、あのー、 お相手するというか、あの、まあ、それはその、それぞれのグループのニーズに合わせてって形なんだけど、まあ、月1回ぐらい、ズームとかで、えー、セッションを持ってっていう、そういうプランをご用意して、で、そうすると、もうちょっとリーズナブルなね、値段でね、できるんで、1対1だと、ね、人で全部負担しないといけないんだけど、それをちょっと分けるような形になるから、えー、もうちょっとお手軽に始められるよっていうプランを発表していきますんで、まあ、その宣伝と合わせて、人材ゼミっていうのは、ちょっと、 やっていきたいかなって思います。で、これまで話したことを復習すると、通常放送はこれまで通りやります。で、勇敢陣内もやります。これまで通り。そして、えっと、 それに加えて毎朝、えー、と月目で通常放送やってたんだけど加えて月水の夕方に愛と聖書と人類と LGBTQ プラスという、えー、カテゴリーでやっていきます。でこれは、えー、と今あのクイアサイエンスっていうのをね、えー、通常放送でやってたんですけどでそれはそっちに移行します。なんで通常放送の一人ビブリオバトルは、えー、と結構その、まあ、LGBTQ 以外の ねまあ、いろんなことを知りたい人もいっぱいいるでしょうから、そればっかりね、通常放送でやっちゃうとね、そういうチャンネルになっちゃうからね。あのー、まあ他の、ほか、でも、まあ、さっき言ったように全部がつながってるんだけどね。っていうような形で、えー、朝の放送はやっていきます。はい。って形なんで、えー、っと、週に7本の動画を出していきます。で、あのー、今まで以上に面白くなるんで、あの期待しててください。 まあ自分でこうやってハードル上げるのもあんまり好きじゃないんだけど、好きじゃないというか、あの、あんまよく、よくないムーブなんだけど、なんだろうな。あの、でもマジで、あの、本気出していきますんで、あの、あの、期待しててください。まあそうですね。あの、面白くしていきますわ。あの、はい。やっていきます。全部注いでいきます。 で、あのね、プレミアム放送、あと2つ、あのごめんね、もう30分くらい。あの、あと2つあって、あの、プレミアム放送は、年明けぐらいに再開できたらなと思います。あれがね、一番エネルギーがいるの、あれ。本当に買ってくださる方、感謝なんだけど、あの、あれってさ、やっぱ90分話すのってね、結構ね、なんつうの、脳みその糖分がだんだん減ってきて、みたいな戦いなんで、ちょっと健康状態が万全じゃないとできないんだよ。 だから、ちょっと今まだ万全じゃないの。うん。だから、えっ、ー、と、そう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 。そうだから、えっ、ー、とー、まあ、プレミアム放送は、えー、来来年から、えー、やってい,いきますね、うん。で、ちょっとさっき言わせれたのが、だから、その、 ね、陣内義塾の新しいプランっていうのも、これね、まあちょっと、あの、いろいろあった中に、あの、僕、ちょっと収入も減りまして、だからちょっと生きていかなきゃいけないから、あの、そういった形の、あの、陣内義塾のね、お客さんも増えてくださらないとな、っていうのも、くださったら嬉しいな、っていうのもあるし、えまあプレミアム放送も、本当にね、あのね、あれって150円の動画でしょ ?90 分でしょで、まあなんか、なんだろう。 売れる数で割ると、まあ、最低賃金超えるか超えないかぐらいなんだよやっぱり準備の時間とかもあるからうーんでも買ってくださる方はね結構ちょ,ちょっとずつ増えてきてね本当ありがたいんですよだけどまあそんな形、えー、なんで、えー、もうねやっぱあのしね陣内義塾の経営っていう意味ではあのちょっとね収入減ったんでねあの頑張っていかなあかんわなっていうので <laughs> まあそういったえと、ー あります、まあなんかそういう同情でお客さんになってくださる人は全然ないんであれなんですけど <laughs> あのそういった事情もあって <laughs> であともう一個がメルマガですメルマガはえっとこれね再開今だからメルマガも2ヶ月ぐらい休んでるんですけどあのー、これはねえっと 再開します。再開しますが、これも年明けになると思います。あのね、メルマガってね、ほんと書き始めるのも超エネルギーいるんですよ。毎回二万字とか書くから。超エネルギーいるんで、これも健康上で万全で、ちょっと今、じ、ね、自分をこう、ウォーミングアップしてのスタートかなって感じがするんでね。 えー、なんであの年明けに再開しますがその時に、えー、ともうシーズン5としてごめんなさい始めますでんで今までとかなり違うやり方しますで、えー、とーただシーズン4から引き継ぐコーナーは2つもうすでに決めてて、えー、と小説は書き続けます、はい、で <laughs> これも買ってくださる方が少ないけど、えー、それでもね楽しみにしてるよっていう方がまあ 二三人聞いたことがあるから、その二三人のために書き続けようかなと思って。えー、で、えっ、ー、と、あとは、相上大喜利っていうのもやってるんですけど、これも引き継ぎます。これもまあ、800文字ぐらいのやつで、ちょっと僕も書くの楽しかったんで、これも引き継ぎます。ただ、えっ、ー、と、それ以外の、えっ、ー、と、内容については、ちょっとこれも本当に申し訳ないけど、多分、あの、有料化します。はい。これもだから、 あのちょっとお金がななきゃいけないけのもあるしでいてもうちょっとその質の高い読者とのコミュニケーションしたいなっていうのもあるんで,でそれとまたそのちょっと加盟であれなんですけどちょっとうんとミネルバ読書会っていう今加盟で考えてるんですけどちょっとそのメルマガの内容とその月1ぐらいで僕あのオンラインの読書会をこれも有料でちょっとやっ 行きたいいいかななっっってててううう気持ちがあってでそういう形であのー、ででででそ形のきたたらなと思ってるんですよねただそのメルマガ無料でほとんどの部分がね、あのー、有料になっちゃって見れないからつまんないっていうメルマガにするつもりはないんであのー、無料で読んでても十分面白い、ね月ね、毎月お金払っても読みたいよというようなメルマガにはするつもりですんで。 その辺は何だろうなあの安心っていうのもあれだけどそうですね無料の方も、うん、楽しめるようなあだけど一番大事な部分はやっぱあのお金というものを介在させないと、うん、なかなかね何ていうのかな難しいですよ無料でやるとねあのいやそこに向けてねえんだよなっていう人から嫌なこと言われたりとかする時があって。 あのその辺やっぱ信頼関係ってやっぱあの駅で立ち話する内容と、うん、自分の部屋で親密に話す内容って変わるじゃない。で僕はやっぱりその親密な話をしたいっていう時にやっぱ駅で言うとねあの流れ弾に当たっちゃう人もいるからだからまあそういった形でちょっとごめ,んごめんなさいだけど鍵をかけさせてもらって、えー、で少額ですけどお金払っていいよという方に。 に向けて、えー、信頼できる人に心の一番奥底のところをこれまで以上に話していきたい、書いていきたい。そんな形のシーズン5になればいいなというふうに思っています。てなわけで、えー、放送再開とメルマガニ再開についての、まあ、自分なりの、えー、今、僕の中にあるその青写真といいますか、えー、未来地図といいますか、えー、そういったものについての、えー、今日は放送で 最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。